はい、こんにちは。こんにちは。通訳の石川です。山根です。はい、12月になりましたね。なんか2人で撮影するの久しぶりな感じがするよね。そうですね。今回は、もういよいよ冬ということで、なかなか魚が釣れなくなってくるシーズンじゃないですか。で、普段ね、ルアーしかやられないっていう方も結構釣り物に悩まれる時期かなと思いますので、できればちょっといろんな釣りをね、冬のうちにできるいろんな釣りを経験していただければと思いまして、まあ、今回そのね、ぜひやってみたいと思ってもらえればってところでちょっと動画撮ってるって感じでございます。題してルアータックルでできる餌釣りシリーズ、おー、いいですねって感じでございます。ちょい投げとか胴付き仕掛けのね、足元の釣りとかは過去の動画でね、ご紹介させていただいてるんですけども、よりこうのめり込んだ餌釣りっていうのをちょっとご紹介できればと。で、ルアータックルでできて、かつ餌釣りの嫌なところを極限までなくそうという工夫を考えておりますので、いいとこ取りだ。はい、っていう形でちょっと今回やれればなと思います。で、やる釣りなんですけど、はい、今回はこちら、おお、浮き釣りだ。はい、コンパクトロッドで OK な浮き釣り仕掛けになります。これね、結構素晴らしいものなんですよ。ルアータックルでもいわゆる深瀬釣りって言われる、あのメジナを狙ったりとかチヌ狙ったりとか、そういう釣りが、挑戦できるという仕掛けになってますんで、今回これをちょっとメインでやっていきたいと思います。だいぶ風吹いてるね。冬ですから。めっちゃ寒いしね。もう今日日本勝ったということで。そうなんですよ。そうなんですよ。もうね、喉が結構、はいはい、もう開幕からかなり広くありますけど、まあちょっと頑張ってやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、山根さん、竿は？僕はじゃあシーバスロットで。シーバスロット。やってみます。その心意気は？大物でしょう。なるほどね。石川さん、これエギングロットですか？僕はもうシーバスロットです。あ、シーバスロット。これ理由が1個あって、今回この仕掛けっていうのが、あの浮き止め、浮きを止める部分が玉なんですよね。そうなんですよ。絞り玉と言われるものになるので、なるべくちょっとガイド系のでかいシーバスロット、エギングロットクラスでやった方が快適かなというところで、メバリングタックルとかでもできなくないですけどね。そうですね、正直ロットとかでやりすぎなんで。そうね、ハリスが切れちゃいますからね。そうそうそう、曲がる竿の方がいいかもしれないです ね。まずは水を汲んでいく。餌釣りなんで、はい、やっぱりこのバケツっていうのは割と必要です。そうですね、これだけはあった方がいい。海水温はどうや？海水温は僕は期待してます。やべえ、風が強い。風が強くてバケツが落ちてかない。海水温チェック。あったけー。あったかい。めっちゃあったかいですよ。何この温度差、やばいね。え、これでも20度ぐらいありそうですね。あるある。我々今回静岡県の東部でね、はい、釣りしてますんで。よし、餌作っていきましょう。餌作ろう。今回はお手軽な餌釣り、ということで、はい、巻き餌、コマセって呼ばれるもんですよね、で、集魚剤と、網エビで、これガチでやる人たちは、オキアミのブロックを3キロとか買ってきて、前日から解凍とかしたりするんですけど、今日はもうお手軽ってことで、はい、もう常温で持ってこれる餌をセレクトしました、はい、これね、すごい、これ僕も初めて見たんですけど、これ1個とこれだけで巻き餌ができちゃうよっていう代物みたいで、結構メジナとかチヌとかにいいって書いてました。なんでこれをちょっと選択してね、この組み合わせで釣れればね、両方常温ですんで楽ですよね。楽々合わせてだいたい1200円300円ぐらいするかなと思うんですけど、だいたいそのぐらいの価格帯ですね。ルアー1個分ぐらいのイメージ。これでいろんな魚寄ってきますか。そうなのよ、これがないと釣りにならないですから。で、入れ物だね。バケツです。はい、これ僕がいつも釣ったり取ったり魚をキープしとく棚のバケツです。高さがある方が絶対やりやすいと思う。そうですね、こういうものがあった方が、まあ、これでもね、できなくはないです。できなくはないです、あれば、うん、じゃあ中で入れちゃいます。ざーっとね。これ結構いい匂いするんだよね。そう、ショートケーキみたいな匂いします。あ、そう、言い忘れてましたけど、なるべく匂いが出ないようなものをチョイスしてます。オキアミだとバリ臭くなるんで、それまで本当にね、ちょっと残ったカスとかで発酵して大変なことになるんで、家族がぶち切れますから。で、これはちょっと僕もこれ初めてなんで、網ドリップ1袋、お好みの配合餌1袋に真っ赤なの入れてまんべんなく混ぜ合わせれば出来上がりです。硬さはお好みや調教に応じて海水を少量ずつ加えてください、まずじゃあこれだけ全入れしますね。匂いをチェックや。もうこれはね、本気な匂いします。本気な匂いする。あの、フルーティーな香りないですね。ガチだね。これは、本気のね、ちょっとサナギ入ってる、もしかして。そんな感じだね。ね、入れます。山根さん、何でも。液体ですね。もっと僕、網エビしてんのかなと思ったら。完全な液体。これは液体だ。ちょっと匂いがね、若干ありますんで。そうですね。オキアミよりは全然マシやん。あ、まあまあ、
オキアミの匂いが魚を連れてくるっていうのもあるけど、オキアミブロックってなると結構ね敷居高くなっちゃいますんで、これだったらねこれで釣れたら全然ありですよね。そうそうそう、ネットで購入してそのままいけちゃいますんで、ね、水足しますね。水足した方がいいね、うん、このままだとパサパサなので、いきます。団子になる感じじゃないですかこれ。そうだね、この柄杓はねあった方がいいですよ。別にいいやつじゃなくていいんでね、うん、これいくらぐらいですっけ。これ5、600円で買えます ね、 ね、高いやつ買っちゃうと2、3000円するんで。そうだね、最初はもう最初はこういうので、うん、使えればいいと思います。楽しんでもいいか、最悪あのコンビニでもらえるスプーンでも全然できます、ね、そうですね。この前直人さん手で巻いてましたもんね。もう気持ち入れますね。なんかこういうのって耳たぶぐらいの柔らかさとかって、はいはい、よく言いますよね、言われますよね。手で触ってみていいですか。どうぞどうぞ。あ、まだちょっとパサパサ、まだちょっと海水があったんですか、うん、ね、あ、ちょっと待って山根さん、はい、これ悪ノリで買ってきたんだけど、やば、ほんまに言ってるんですか。魚系のエキスもちょっと入れてみようもん。入れましょうよ。釣り人の方たちの思いつきでこう背後餌を作るっていう楽しさがあるからね。これいいじゃないですか。やってみようぜ。きた。で、魚のエキス入ってますんでね。まんましいチキンや。そうよ。いきます。いけ。おー、ウェッティウェッティ。これ良さそうっすね。すげえビビタル量やな。いい感じじゃないの。いいんじゃない、そろそろ、まあ、あとはもう見ながらやっていきましょうかね。つどつどね、うん、入れすぎると取り返しつかない、ね、そうなんだよ。柔らかさはどうでしょう。柔らかさはね、耳たぶよりちょい固めぐらい。あ、なるほどね、まとまりがいい感じだ。まとまりがいい。風強いからちょっとまとまり作って。そうですね、投げれる感じにした方がいいね。いきますよ。はい、ゴー。めっちゃまとまり、ちょっと固めでこうゆっくり沈んでおります。これがね、魚、わー風が強い。なんかちっちゃいメダカみたいなのが寄ってきた。メダカいっぱいありますよね。ね、あ、いる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 いっぱいなんか、ね、なんかいるね。波気があって水面が全くカメラに映っておりません。ごめんなさい皆さん。浮きと重りと針がセットになってる。あ、浮き止めとかも全部ついてると。このね、仕掛けのすごいところはナイロンラインが結構長く入ってるんですよ、最初から。そうですね、このピンクのやつ。ルアータックルでも使いやすいからこの仕掛けを使ってるっていうイメージですね。このね、浮き釣りって本当にピーラインがねやりづらいんですよ。そうなのよね。リーダーをね長く入れちゃうとかね、うんうんうん、してしまえばできるんですけど、やっぱセットモノでやった方が楽なんだよ。やばい、鳥さんがまあいいけども。いいよ、一つ二つ食べてき。めっちゃ手軽この仕掛け。はい、仕掛け結びました。このオレンジ色の粒見れますか、これ、うん、これ大事ですね。これが大事なポイントです。これ浮き止めゴムって言って、これ動きます、ピーって。そうすると浮きが誘導式になってるんで、こう動きます。なので狙いたい棚に合わせて、水深に合わせてこのオレンジを動かしましょう、うん、最初は一広ぐらいですね。そうね、一広っていうのは手をこう伸ばしてちょうど 1.5 メーターぐらい。この浮き止めゴムがどうしてもこのルアーロットのガイドに干渉して出ていかないことがあるんで、ガイド系がイギングロット、シーバスロットぐらいの方がちょうどいいって感じですね。そうですね。はい、というわけで準備できました。わずか数十秒で仕掛けが装着でき、ただちょっと風が強くてどうなるかわからないです。で、このね仕掛けの素晴らしいところ、重りが最初から結構重たいのがねついてますんで、こういう時でもやりやすいし、初心者にもね浮きのコントロールしやすいかなと思いますんで、これがねあの浮きの浮力と重りのバランスっていうのが浮き釣り大事なんですよね、うん、セットものだとそれがちょうどいい塩梅になってるんで、使う餌、オキアミパックですね。これだけあればもう魚は釣れるんですけど、プラスこの巻きへの効果で、うん、もっと魚が釣れると。要はもう強制的にナブラを起こすような感じでね。そうルアーで言うならね、こませでナブラを起こし、うん、ルアーを落とすと。そう、そういうこと、そういうことそういうことですよね。そう、じゃ早速ちょっとオキアミを入れていきましょう。入れていきましょうか。待って、これいろんな魚が釣れるんだよね。そうなんだよね。ちょっと風向き的に逆光かもしれないですけど、お許しください。じゃあ早速行きましょう。まずは巻く海の様子を伺う。巻いて。お、太陽がいいぞ、太陽が。あ、見えるね。うわ、めっちゃトウゴロいるっすよ。やばい。めっちゃイワシ、トウゴロイワシが。で、ここの巻きの中にオキアミを投入。強調させる。いけ。この浮き止めまでね、沈んでいくから不安かもしれん。
トウゴロはね、結構賢いですからね。餌ないかも。あ、餌ない。早っ。もう餌取られたんですか。もう餌取られた。これ楽しいんだよな、これが。これが楽しいんですよね。わちわちしてる感じが。行きます。ちょっと投げた。ちょっと投げました。あのイワシたちをかけるよ。はい、めちゃくちゃイワシ足速いですね。速攻来るね。速攻来ますね。めっちゃ魚いるくないですか。やばいやばい。マキエの効果よ、これが。すごいっすね、これ。餌、餌持たんだろうな。一瞬で餌取られる、ね、でまたこれが楽しいんだけど。あ、入った。あ、入った入った。キュウいったね。キュウいきましたね。キュウいった。マジか。え、棚深くしよう。今でもほんとオキアミがそこまで行った瞬間ぐらいの、この巻きを巻くっていうのが大事なんですね。浮きが沈むのが楽しいんすよ。楽しいですね。あ、石川さん、あえて離す作戦したね。あえてイワシの群れから距離を取って他の魚を狙っていくと。ただ風が強くて何やってるかわからんから。あー、砕け散った。お、あ、ドラグね。でっかいの来ますもんね、本当に。本当にびっくりするぐらいでかいの引っ張る時あるから。沖面にこの小魚寄せる。逆にね、沖もありかもしれないですね。足元にいそうだよね。で、あのね、このケースの中に。すごい、もう、もうすごいっすよ。やばいね。しゃびきやれよってぐらい言いますよ。ありがとうございます。あ、いた。おー、来たんじゃん。なんだ、なんだ、なんだ、青い。すごい。青いベラ。錦ベラっていうのかな。逆光ですいません。めっちゃ綺麗なんすよ。真っ青ですよ。すごい色してんね。何ベラだろう。9000？ 違うよね。ちょっと頭の形変じゃない？ね。めっちゃくちゃ綺麗。来た。わ、来た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 。タモいる？タモいります。大丈夫そう。大丈夫そうっすか。いい魚。いい魚っぽいよね。強いよ。やったじゃん。強い強い強い。おお、突っ込んでる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 。なんだなんだ。おお、でかいでかい。おお、来た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 。せーの、よいしょ。頑張れ頑張れ。おお、やった。すごい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 。やった。やった。これはいい魚来た。やった。やった。これうまいっすかね。鍋に最高の魚なんだよね。マジでうまいっすか。やったぜ。いい魚。まだまだ下手したらこの倍とかも釣れちゃう可能性あるから ね、 ね、釣りはね。マジでこの冬これからのブダイって美味しいんですよ。最高だよね。マジでうまいんですよ。これでも巻きはあんましない方がいいかもしれないですね。いや、向こうは ね、 ね。よし、石川さんが釣れたところに投げよう。釣れた人の真似をするってのは大事なことです。浮き見えねえ、逆光で。じゃん。いきなりこすいことやる。あー、でもこれ大事っすね。そう、僕らが大好きなやつですね。これ今ついてるのってちょっとね、ハリス、針から、浮きまでの距離がねすごい短いものが最初からついてるんですけど、 30-40cm 40cm もないかもしれないですね。これなんと 2m ついてます。 2m ついてるってことはその分魚に違和感なくね食わせる可能性が出てくるということで、すごいワンタッチで変えられるんで、これをつけてみたいと思います。待ててないのか、もはや分かんねえ。もう今日は細かいことできないですね。ね、サトリはやっぱ出るね。入っちゃうね。巻かないことには魚も寄ってこないからな。難しい。どうエサ取りを突破するかだね、今日は。さあさあさあ、どうじゃこっちの様子は。巻かずに一回入れてみようよ。巻かずに行きましょうか。うん、もうちょい棚入れちゃってみるかな。意外と沈むの遅いね。いいの入れてる。そう、風で P が持ってかれちゃって、この重りでこのスピードです。これならやっぱできてない。できてないですね。あ、そう、残ってきてる。ドラゴイはあんまりあれか、トウゴロが入ってこれない。まだね、
右側にちょっと薪を集中させようかな。なんか来た。おお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 お丸揚げでね、食べれましたらね。馴染んでるけど、背景があった。ついてたらどうか。馴染んだらでもなんかね、チャンスって思っちゃうよね。ありそうだよね。これ花、どんなもん？あの、オレンジっていうか、あのライン、マックス全部。全入れ。ハリス。あ、入った。お、なんか食ったよ。入った。お、なんか食ったよ。いいんじゃない？いいよ、いいよ。いいんじゃない？いいんじゃない？何抜けますけど、やった、ブダイだ。でかいブダイだ。ブダイブダイすごいね。これは嬉しいサイズだ。めっちゃこれ食べれるね。美味しく美味しく食べれます。嬉しい。この地域だとこれが冬の ねメインターゲットというか人気ターゲットになりますね。ブダイ浮き釣り楽しいっす ね釣れるもんね、うん、大きいのが比較的簡単にね釣れるからね。本当にね、こういうのがいいよね。いやいいっすね。もうちょっとまたやもうちょっとだけもうちょっとやりたい。楽しいから、ね、餌あるし。餌あるうちに。うわー、餌取りが途中で抑え込みますね。沈んでいかない。沈んでいかないですね。すごいなこれ。でもこれを突破した先に多分奴らがいるんでしょうね。お、作戦変更。オキアミを薪絵の中にちょっとだけ。今までつけてた餌ですね。そうそう、これをブレンドというか、そうすることでより大きい子たちが寄ってきやすくなるんじゃないかと。さあ行くぜ。ちょっと足元作戦やってます。もうね途中でね餌がね止まっちゃうんだよね。やばすぎて。もう巻くことをやめないように適度に。流れもあるっすね、これ風だけじゃなくてね。右にね、本当に沈んでかんもんな。お、来た。お、なんか来た。お、来た。お、なんか来た。なんか来た。なんか釣れてるよ。よし。大丈夫、いける？やばい、強い。タモいるかもしれんね。うん。強いよ。ちょっと待ってよ。強い。なんか結構でかそうじゃない？ギリギリ届くぐらいや、タモが。おお、バリだ。よし。ああ、危ない。はい、上げて。やばい。よし、上げて。やった。よしありがとう石川さん。よしあ、でも毒のある毒魚。気をつけましょうね、これ刺されたら今日仕事にならない。そうなんだよ。うわ、でかいね。やった、だいぶでかいよこれ。相棒だったらキングサイズレベルだよね。でかいっすね。だいぶよ、引き強かったでしょ。めっちゃ行きました。ちなみにこれ意外と重いんだよね。意外と重い、ね、特にこの寒い時期はうまいっすね。これ結構全国ね、太平洋側だったらね、うん、見られる魚なので。関西の人たちはバリって言って狙ったりしますもんね。ね、する。これトゲがね、特にもうどこにトゲがあるとかっていうの全部気をつけてくださいっていう。ただ引きも強くてね、こう浮き釣りの本当に高ターゲット、うん、そうだね。なかなかルアーじゃね、難しい、絶対釣れない。やりました、うん、気をつけてね、針外すときに。そうね、ベンチで外してきます、うん、でも本当ルアーロックで楽しめるわ。あ、どうした。うわ、すごい。でかい。なんだ。そう、いけるかな。よいしょ。おー、やったー。でかっ。足元すごいね。やばい、最小記録。釣りハック史上最小記録きました。これは釣りハック史上最小の魚だ。これもう王冠あげられるレベルだよね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しめました。楽しかったですね。
でもブダイが釣れるっていうことは結構冬に近づいてきてんだなっていうのもね、釣果的にもこう冬を感じさせてもらえるような感じで、うん、残念ながらねメジナの方がちょっと今日オルスで、オルスでしたね、はい、でももう大きいサイズのブダイがねあんだけ釣れて、でアイゴもね、うんうん、あれは餌釣りならではのターゲットですし、まあ、非常に楽しみなのかなと思います。もうほんと真冬ね、1月2月とどんどん餌取り減ってきて、うんうん、もう餌釣りがほんと楽しい季節になるから、うんうん、ぜひやってもらえるとね、そうですね、いいのかなと。もうほんとなんかいろんな釣りの楽しさをねお届けしたいので、こういう類でいろんな魚とガチャンガチャンいましたね。いろんな魚とね出会って、なんか釣りにもっとのめり込んでもらえたらありがたいかなとは思いますね、うん、ルアーだけじゃなくて餌釣りだけじゃなくて、なんかぜひいろんな釣りに始めてもらえるきっかけになればなと思いますね、うん、はい、今回ね、山根さんの特に足元戦略が非常に良くて、そうですね、はい、やっぱルアーロッドならではですね、磯沢だとどうしても長いからねお気になっちゃうけど、逆に足元でもねああいう風に釣れるので、うん、介護餌はね皆さんぜひ自分らで試しながら、いろんな種類売ってるんですよ、釣り具屋さん行くと、うん、ルアー選ぶみたいで面白いですよ、いろいろね調べたら出てくるんですよ、この介護がいいよとか出てくると思うんですけど、もうそれもなんか楽しんじゃえって感じですね、そうですね、うん、まあ、今回みたいに僕らみたいなチューブのやつ使ってもいいと思いますし、マジで釣りたいっていう人は冷凍のオケンブロック3キロを買われた方がいいと思います。ぜひやってもらえると良いのかなと思います。今回ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。登録もお願いします。お願いします。